今回は夜の湯布院を楽しんでいただくためおすすめのバーを紹介します。千の木の一枚板のカウンターが印象的なこのお店、ゆったりと時間を過ごせるバーになっています。夕暮れの食前酒から食後酒までスタンダードカクテルを中心にお楽しみいただけます。今日初めて来たんですけれども、はい、おすすめのカクテルがあればお願いします。強さのご希望とかはございますか？弱めでお願いいたします。はい、はい、かしこまりました。お作りいたしますね。とても甘くて美味しいんですけれども、甘さの中にもレモンの香りが口の中で広がるような感じで、さっぱりとしてとても美味しいです。大体カクテルって出来上がると、はい、マイナス5度前後、そのぐらいの温度で飲むと甘さっていうのが感じにくい、でより酸味の方をこう感じるので、これ覚えておかれるといいですね。はい、ちょっぴりいつもと違った湯布院を楽しみたい方はぜひお越しください。お店の雰囲気も良く、デートなどにもおすすめですよ。